ゾルト・バウムガルトナーは、ハンガリーでブレツェン出身のレーシングドライバーで、ハンガリー人発の F1 ドライバーである。日本語表記に関しては、複数あり、この他に、ゾイト、ゾルト、バウムガートナー、バンガルトナーなどと表記されることもある。なお、ハンガリー人の名前は、英語圏などとは異なり性が名より先に表記されるため、本来は、 バウムガートナーズソウルトという表記となる。1994年にカートからレースキャリアを開始。1997年にドイツへ渡りフォーミュラルノーに参戦。1999年に同シリーズのドイツチャンピオンを獲得した。2000年からはドイツ F3 選手権にステップアップし、翌2001年シーズン途中にプロストジュニアチームから 国際 F3000 選手権へと進出、第6戦ニュルブルクリンクから最終戦まで参戦。2002年にノルディックレーシングに移籍し、最終戦モンザで6位入賞を果たす。同年の F1 ハンガリー GP では、ジョーダンの F1 マシンでデモランを行うなど、F1 とのパイプも構築。翌2003年にコロニーに移籍し、 引き続き3シーズン目となる国際 F3000 に参戦、第4戦モナコで5位を獲得したのをはじめ、リタイアなしの安定した結果を残し続けると、F1 第12戦ドイツ GP から、ジョーダンのサードドライバーとして金曜フリー走行に出走するなど、F1 への距離を徐々に縮めていった。そのドイツ GP で、ジョーダンのサードドライバーとして、フリー走行に初参加した翌戦。 第13戦の母国ハンガリー GP にて、バウムガルトナーの F1 デビューが急遽決まる。フリー走行2日目に、大クラッシュを演じて負傷した、レギュラードライバーのラルフ・ファーマンの代役としてだった。母国ドライバーの F1 デビューに、観客も、大きな声援を送ったが、予選では誤って、燃費を抑えるモードでアタックしてしまい19番手、決勝でも、 同僚のジャンカルロフィジュケラよりは保ったものの、エンジントラブルにより、リタイアに終わった。しかし、翌戦のイタリア GP では11位に入り、F1 発完走を果たした。第15戦からファーマンが復帰しバウムガルトナーは、再び、サードドライバーに戻ったが、この2戦に対する評価や、ハンガリー政府からの支援もあり、翌年のミナルディのシートを得ることに成功する。 2004年アメリカ GP。バウムガルトナーが狩る p s 0ン b レギュラーシートを手に入れたバウムガルトナーだったが、マシンの戦闘力の低さゆえに、同僚のジャンマリア・ブルーニともども、毎回の苦戦を強いられた。予選ではブルーニに対し7勝11敗と、振るわなかったが、決勝では14位が、最高位だったブルーニに対し、バウムガルトナーは、モナコ GP で9位。 カナダ GP でも10位に入るなど粘りの走りを見せていた。第9戦アメリカ GP では、乾燥球大というサバイバルレースの中で、粘りの走りをここでも発揮し8位入賞。自身初、そして、ハンガリー人、ドライバー初のポイントを獲得した。その後は、元々のマシンの戦闘力の低さなどもあって、さらなるポイント獲得はならなかったが、乾燥率で、 ブルーニを上回るなど、一定の結果を出していた。一時は、翌年の契約継続の見方もあったものの、チームは、翌年のドライバーを最終的に、クリスチャン・アルバースとパトリック・フリーザ・ハート発表。ブルーニともども翌年のシート獲得には至らず、F1 から姿を消すことになった。その後、2007年に、ポール・ストッダーと率いるミナルディチーム USA に、 テスト兼リザーブドライバーとして移籍、チャンプカーへと舞台を移した。R との統合によって、翌2008年4月のロングビーチでの一戦をもって、チャンプカーが終了。それに伴い、ストッダートがチーム運営から撤退してからは、同年より始まった、スーパーリーグフォーミュラのトッテナムホットスパー、FC チームのテストドライバーを務めた。 同カテゴリーが2012年の開催を中止してからは、レース活動から離れ、母国ハンガリーの名産であるマンガリッツァの輸出業を始めたりしていた。2017年からは F1 グランプリウィーク中に行われている、セレブリティ向けの2シーター F1 マシン道場イベント、F1 エクスペリエンシーズのドライバーを、ミナルディ時代のチームメイトであるパトリック・フリーザ・ホハーと共に務めている。 なお、この2シーター F1 マシンは、ポールストッダートが所有している。ありがとうございます。